うんこの気持ち知らんがな。うんことパリ、イギリスの歴史は切り離せない。そうなんですよね。あのそのパリの貴婦人のそのあのスカートの膨らんでるあれのイメージってあると思うんですけど、でなんであんなでかかったかっていうと、あの人たちあの膨らんだスカートでしゃがんでそのままうんこしてたんですよ。あのそのじゃあベルサイユ宮殿でなんか舞踏会がありますとかで行くと、あの膨らんだスカートも庭に行ってそのまましゃがんでその場でうんこしてたんですよ。であの道にうんこするのは当たり前な文化で、で道歩いてる時にあの窓からうんこ投げつけられるのが当たり前だったんですよ。あの下水がそんなにちゃんと作られてなかったりしたので、とりあえずあの下うんこを窓から捨てるっていうのが結構当たり前だったんですよ、ヨーロッパ、ロンドンとかフランスとか。で日本ってそのうんこをする場所を決めて、でそのうんこをあの農家の人が持ってって肥料として使うっていう循環する文化があったので、ヨーロッパほどうんこが街中に落ちなかったんですよ。なのであの他の国の人が来た時にあの日本ってすげえ清潔な国だなみたいなイメージを持たれたっていうのがあったりします。はい。